はい、皆さんこんにちは。今回はマスターデュエルルーラーズマスクにてデスピア収録直前ということで、デスピアのことを紹介していきたいと思います。まあ、どこまで収録されるかは正直わからないんで、まあ、確実に収録されるであろうところを紹介したいと思います。まずは喜劇のデスピア。こちらは自分フィールドの表側表示のデスピアカードを対象とする魔法、トラップ、モンスター効果を発動したとき、手札から捨ててその効果を無効にする。無効にして破壊ではないのでご注意。そして墓地に存在する場合に自分フィールドの融合モンスターをリリースしてこのカードを特殊召喚、こちらはフリチェとなりますけども、現マスターデュエル環境において、まあ、正直ね、対象にとって効果を発動するあんまりないんですね。なので1の効果は正直使いづらい。で、墓地に存在する場合融合モンスターをリリースしてこのカードを特殊召喚するなんですけども、まあ、融合モンスターをリリースしてレベル1のデスピアンを特殊召喚して何をするのかっていう話ですよね。まあ、使いどころとしては対象に取られた時にサクリファイスエスケープとして喜劇のデスピアンを特殊召喚、そして楽人劇場デスピアがあればデスピアンが除去されてもリリースした融合モンスターを再び蘇生されるっていうことになるんですけども、一手間かかるし、まあ、そんなことをしたところでなんですよね。なので正直喜劇のデスピアンについては採用圏外だと思います。そして2枚目は悲劇のデスピアン。こちらはなかなか強い。このカードが効果で墓地へ送られた場合に、または効果で除外された場合、デッキからデスピアモンスター1体を手札に加える。そして墓地のこのカードを除外して自分の墓地の烙印魔法トラップカードを対象としてそのカードを自分フィールドにセットすると。まあ、どちらも有用な効果ですね。1としてはデスピアモンスターのサーチ。もちろんデスピアモンスターですが、デスピアも含まれますので、喜劇のデスピアもサーチできます。サーチする必要はありませんが。で、効果で墓地へ送られたいので何でもいいです。また変わったところでデクレアラーディバイナーなど。で、まあ、除外でもいいんでね、闇の誘惑のコストにしたり、封印の黄金室で除外して、デスピアをサーチなどもできます。主なサーチ先としては、デスピアの同期アルベル、またはデスピアのドラマトルギア、こちらですね。融合素材が欲しいときは、デスピアのドラマトルギア、そして、烙印魔法トラップをサーチしたいときは、デスピアの同期アルベル、というふうに使い分けたいですね。で、2は、烙印魔法トラップカードを墓地からセットする効果なんですけども、主には烙印開幕、または烙印劇場デスピアをセットしていきたい。そんな感じです。で、デスピアの同期アレベル。こちらが強い。召喚特殊召喚成功時にデッキから烙印魔法トラップカードをサーチすると。で、墓地に存在する状態で自分の融合モンスターが相手の効果でフィールドから離れた場合、または戦闘で破壊された場合、相手フィールドの効果モンスターを対象に、そのモンスターの効果を無効にしつつ自身を特殊召喚。ですが、この効果はいずれか1つしか使えないので、同じターンに2個使うことはできませんので、そこはご注意を。で、主なサーチ先なんですけども、現マスターデュエルでは白の烙印、そして烙印劇場デスピア、そして烙印開幕ですね。融合召喚したいときは烙印劇場デスピア。墓地にアルバスの烙印がいる、または手札にアルバスの烙印がいるのであれば白の烙印。そしてさらなる展開を望むなら烙印開幕。そういった風に使い分けると使いやすいかなと思います。で、2の効果は、自分から能動的に使うといった効果ではないんですけども、まあ、自己再生しながら相手モンスターの効果を無効にできるんで、アルベル1枚墓地に置いておくだけで相手への牽制になるんですね。烙印劇場デスピアとかなりシナジーが強いんで、烙印劇場デスピア、そして烙印開幕、そしてこちらのデスピアの同期アルベル、この3枚だけを出張して採用することも考えられます。そしてデスピアのドラマトルギア。融合シンクロエクシーズリンクモンスターが特殊召喚された場合に、フィールドの効果モンスター1体対象としてそのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。そして手札フィールドのこのカードが融合召喚の素材になり、墓地か除外された場合にこのカードを特殊召喚すると。で、1の効果はモンスター1体の効果を無効にする効果なんですけども、で、1の効果は自分が融合シンクロエクシーズリンクモンスターを特殊召喚された場合はもちろん、相手が融合シンクロエクシーズリンクモンスターを特殊召喚された場合にも発動できます。ハリファイバーを牽制できるのはかなりいいところですね。で、こちらの融合シンクロエクシーズリンクモンスターが特殊召喚された場合なんですけども、エクストラデッキからの特殊召喚じゃなくてもいいため、相手ターンに使える蘇生カードと組み合わせることで、相手ターンに妨害のようにこちらのドラマトルギアを起動させることができます。で、2の効果は融合素材になった場合に自身を特殊召喚する効果ですが、こちら注意しておきたいのが、手札フィールドのこのカードが融合素材にならないといけません。墓地から除外して融合、またはデッキ融合には対応していませんので、そこは注意してください。もちろん相性のいいテーマはプレデタープラス。それでは融合モンスターデスピアンクエリティス。融合素材はデスピアモンスタープラス光または闇属性モンスター。効果は自分相手のメインフェーズにレベル8以上の融合モンスターを除く、フィールドの全てのモンスターの攻撃力はターン終了時までゼロになる。そして表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合、デッキからデスピアモンスターまたはアルバスの烙印を1体選び、手札に加えるか特殊召喚すると。で、こちら光属性を素材に指定しているので、もちろん環境にはびこっているアルティメットデクレアラーを超融合で吸うことができます。これはかなり強いですよね。で、1の効果はフィールドのモンスターの全体の攻撃力をゼロにする効果で、自身を含めたレベル8以上の融合モンスターは影響を受けないんで、融合デッキとはかなり相性がいいです。ですが、
結局攻撃力2500以上立てられてバトルフェーズに入りますと言われたら効果を打たざるを得ないので、そんなに強い効果ではないです。そして2の効果、自身が効果によって離れた場合、デッキからデスピアまたはアルバスの烙印を特殊召喚すると、まあ、リクルートする先はね、アルバスの烙印またはデスピアの同期アルベル、そしてデスピアのドラマトルギア、相手の効果を無効にしたいときはデスピアのドラマトルギア、烙印開幕をサーチしたいときはデスピアの同期アルベル、そして超融合したいときはアルバスの烙印というふうに使い分けてください。デスピアンクエリティス自体はそんなに強いモンスターではないんですけども、こちらのアルバスの烙印をリクルートする効果があるので、その点はかなり使いやすいカードですね。そしてデスピアンプロスキニオン、融合素材はデスピアモンスターと光属性と闇属性モンスターの3体融合です。効果としては自分相手のメインフェーズに相手の墓地の融合シンクロエクシーズリンクモンスターを対象として、そいつを除外するか自分フィールドに特殊召喚する、そして戦闘で相手モンスターを破壊した場合にそのモンスターの元々の攻撃力または守備力の高い方の数値分のダメージを与えると。こちらは光と闇属性を含んだ3体融合なので、クエリティスに比べるとかなり融合素材は重いです。プロスケニオンはクエリティスと違って除去された場合に発動する効果もなければ、自身に戦闘耐性もないし対象耐性もない、効果破壊耐性もないので、かなり除去されやすいモンスターになっているので、プロスケニオンを出すときはもうリーサルの場面です。相手のライフが3200を切ってるとき、そんな場面に出していきたいところ。で、相手の墓地から融合シンクロエクシーズリンクの除外か蘇生の効果なんですけども、相手の墓地にだいぶ左右されるんで安定感が低いんですね。で、大型モンスターを奪えたらかなり状況は変わってくるんですけども、大型モンスターを奪える状況でプロスケニオンが出せるかって言われるとかなり難しいと思うんで、あんまりこちら目当てでは使いたくないところ。で、2の効果ですね、戦闘破壊時にバーンするんですけども、相手の攻撃表示モンスターを戦闘破壊したら3200ポイントのダメージを与えることができるため、3200ラインを作ることができます。3200以下はフィニッシュラインに持っていける、そんな風に考えていただけると使いやすいかなといったところですね。そして魔法カード、烙印劇場デスピア、こちらフィールド魔法ですね。自分の手札フィールドからレベル8以上の融合モンスターを融合召喚します。で、2の効果、融合モンスター以外の自分の天使属モンスターが相手の効果でフィールドから離れた場合、または戦闘で破壊された場合に墓地のレベル8以上の融合モンスターを対象としてそのモンスターを特殊召喚すると、使いべりしない毎ターン使える融合カードですが、レベル8以上指定がついていると。で、デスピアモンスターたちは効果で墓地に送られると何らかの効果を発動するので、まあ、実質毎ターン融合ができると言っても過言ではありません。で、2の効果なんですけども、レベル8以上の融合モンスターの蘇生で、トリガーとなる天使属モンスターデスピアは全て天使属モンスターに属していますので、こちらも簡単に満たすことができます。で、メインに天使属を採用する融合デッキ、まあ、ファーニマルとか打天使でもかなり使いやすいカードになっているので、できれば 2,3 枚はデッキに投入したいところですね。で、これを何枚も投入するのは重いという方は悲劇のデスピアンを用意しておいて、悲劇のデスピアンを墓地から除外して再セットする効果、こちらで使いますっていう方法も取れますので、そこはご一考。そして速攻魔法烙印開幕、自分の手札を1枚選んで捨てる、その後デッキからデスピアモンスターをサーチするかリクルートする、発動後は融合モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できない。で、こちらの効果なんですけど、何が強いかって、手札を1枚選んで捨てるなんですけども、効果で捨てるんで効果で墓地へ送ったトリガーも発動します。なので暗黒界とか未開域とかシャドールが軒並み発動するんですね。特にシャドールは融合召喚テーマなんで、かなり相性が良くなっております。さらに烙印開幕でデスピアの同期アルベルをリクルートすれば、烙印開幕もサーチできますし、烙印劇場デスピアもサーチできると、そのまま融合召喚につなげることができます。で、デスピアのドラマトルギアをリクルートする際の注意点なんですけども、ドラマトルギアは守備表示指定で特殊召喚されてしまうんで、守備力1500とかいう貧弱な指定だとさらすんですね。なのでドラマトルギアをリクルートした際はすぐに融合素材にして、攻撃力3000の状態で攻撃表示で特殊召喚っていう風に使いたいですね。で、融合モンスター以外をエクストラデッキから特殊召喚したいときは、相手ターンのエンドフェーズに発動すると制限を無視できるんで活用してください。で、自分フィールドの融合モンスターが効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できると、まあおまけみたいな効果ですけども、ぶっ壊れている1がついてるのに2までもらえる、それだけでありがたいっていう感じですね。ということで、明日発売のルーラーズマスクに収録されるデスピアモンスターの紹介いかがだったでしょうか。融合モンスターとはかなり相性が良くなっておりますので、捕食植物使いの皆さん、ぜひパック開封をしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。